増やして一回行ったら助けに行ってみるか。あ、ここにいっぱいある。これ取っていくか。2人いるんだったら寝る場所も確保してあげなきゃダメか。先に寝る場所作ってからだな。まあ、やっぱマップ移動すると資源は大量に入っていいですね。ちなみにこれ、あ、戻れないんだ。もう戻れないんですね。燃料が必要になるところもあるんだ、この先は。よし、とりあえず今ですね、新しい人を迎えるためのベッドですね、追加したので、ここに救助しに行くか。レスキュー、はい。2人ですね。あ、サルベージ、2人住民、新たに来たかな？来ましたね。新たに2人追加。それで、いろいろとできるようになるはず。もっといろいろ作業がはかどるはずですね。食料もバンバン減っていくけど。そうかな。ここに乾燥ラックを置いて、さらに増やそう。魚もバンバンと干物ですね、作るようにしましょう。とりあえず安定はしてないけど、ちょっと余裕ができたんで、ここをスカベンジしてもらうか。掘ったて小屋の町、なんか新しいレシピがもらえるかもしれないですね。これ住民結構バランスがシビアですね。食料と水がほんと常に足りない、フル稼働でも。とりあえず何かをサルベージ。木を取ってんのかな。木が取れてるっぽいですね。あそこのサルベージが完了したら行っちゃいましょう。次のところ、リサーチ、リサーチパネル。あ、これでいろいろ作れるのが増えんのか。釣り小屋とかある。なるほど、このポイント使うんだ。サルベージポイント全然ないな。ハウスとか貯蔵庫もでかいのがある。よし、とりあえずここのサルベージですね、スカベンジが完了したんで、次のマップ行っちゃいましょうか。どんどん行かないと資源があれですね。ここに移動で、オイルか。こっから先なんだろうな。おお、ある。サルベージというか、とりあえずサルベージ1箇所。魚は、魚重要ですかね。うわ、遠いな、魚のポイントが。魚があそこかな、一番近いところ。絵がかわいい、イラストいいですね。イラストはいいんですけど、鉄が作るやつないな。まあこれ作ろう。アンロック、よし、あ、いけますね。で、この施設ですね、これをここに建てよう。はい、太陽の熱で水を作る施設ですね。だいぶこの太陽光で水を作るのは時間かかりそうなんですよね。まあ、でも置いてけばいいだけですからね。勝手に水ができるっていうのはかなりでかいと思うんだよな。おお、できた。あ、すごいすごい、結構しっかり作ってありますね。こうビニールシートみたいのを貼って、太陽の熱でこの海水がこう蒸発して、ここに水が集まって、それがここに溜まってここに入ってくると。なるほど。これできたのはボトルになるのかな。いや、相当時間かかりますね。基本はこれでやんなきゃダメだけど、まあでもこれ人員がいらないのか。人員いらないのはでかいな。よし、とりあえずもうここは探すものもないんで、次のところ行ってみましょう。この動物見てみたいですよね。これ行ってみよう。はい、おお、いっぱいあんな。うわ、高速道路の残骸が残ってる方が、あ、すごい、鉄いっぱい取れるな。これはもらってこう。あー、スティーブカモメ、カモメのレスキュー行ってもらうか。車が高速道路ですね。
いいな、この世界観いいですね。とりあえず鉄くずが大量にある。ここ来て正解だったな。えい、あよー、あ、人が増えたな。人もいたのかこれ。とりあえず、あ、カモメか。人というかカモメもこれでいいのかな。ね、場所は一応作ってみるか。カモメが仲間になりましたね。これか。あ、カモメが、あ、カモメ回収してる。えらい、カモメも働いてますね。ちゃんとサルベージできるんだ。どうなんだろう、普通に村人の方が良かった。微妙な感じですね。あ、いける。スクラップ工場を作りましょうか。ここら辺に1個かな。はい、だいぶこんだけ施設あっても人がいなきゃ意味ないからな。次の場所、人がいるところを行った方がいいな。おー、できた。それでこれですよね。はいはいはい、今気づいたっけ、ここでいろいろとやれることを決めれんのか。誰に何をさせる。この人は喉渇くから、こう運搬ですね、中でやる感じだな。なるほどですね、こういうのを考えていけばもっと効率よくいけんだな。とりあえずもう食料ないんで移動準備ですね。あー、こういう感じか。あとこの工場でも薪必要になったからな。薪かなり必要ですね。これ鉄サルベージしたかったんですけど、食料取れるとこないからもう移動しなきゃダメだ。そういうこともあんのか。食料ないですもんね。もったいないですけどね。全部サルベージしたかったけど食料ないからもう無理だ。これ行きましょう。なんかこれ永遠に続くっぽいっすね。あれ違うな、なんか変わったぞ。よし、この魚フィッシュケバブの場所ができそうなんで、これをここら辺置いてみようかな。はい、これで魚がもっと早く調理できるようになるはず。ただなんだかんだで食料は賄えてきたな。一応水もこれをもう一個増やそうかな。太陽の火が足りないのか。あ、フィッシュケバブできましたね。これやってもらいたいんだよな。はい、ニーブルフィッシュを焼いてもらいましょう。食料は安定してきた。水ですね。おー、回してる。そうやって焼くんだ。水の力で勝手にぐるぐる回るわけですね、魚が。それいいじゃないですか。しかも大量に焼ける。効率良さそうだな。おー、面白いですね。動きがやっぱいいですね。魚料理って書いてあるな。栄養価、あ、こっちの方が全然いいな。全部これにした方がいいぞ。干し魚はあまり作らない方がいいですね。効率が全然いい。で、移動ですね。あ、もう最後のとこなのかな。あ、もうないですね。最果て。とりあえず最果て行ってみるか。あ、そういうこと、本当に。あ、もう一気に移動しちゃうんだ。これを永遠繰り返すわけですね。なるほど。あ、ようやくわかった。あ、これも一緒だ。あー、で、ずっと繰り返すわけですね。よし、とりあえず釣り小屋ですね。作れそうなので、ここに作ろうかな。はい。太陽熱のもう一個ぐらい作ったら完璧っぽいけどな。水が大変ですね。二つ作ったんですけど、やっぱ水不足は解消されない。薪ももっと必要なんですよね。何回もループできるからずっとやってればめちゃくちゃでかい町にはなりそうですね。かっこいいですね。釣り小屋すごっ。
ああ、これで取れるようになる。海藻1個で3匹捕まえられるんだ。人手が足りてないけど。あ、行った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 。すごいすごい。これで魚釣りがもうどこでも海藻さえあればできるような形ですね。おー、取れた。いいですね、動きがいい。おー、あ、取れた取れた。あ、これいいですね。音がいいんですよね、音と動き。よし、とりあえずこんなとこですかね。まあ、後のやつもできそうだけど、ちょっと資源量とかが大変なんだな。あと水が、これなのか。真水を大量に生成する脱塩装置、これが必要なのか。今回はとりあえずこれぐらいで終わりにして、またしばらくですね、アップデートされたらまたいろいろとできるようになりそうなんで、そうしたらまたプレイしてみましょう。ということで今回はここで終わりにします。